きます。たまげに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 切れば大変だ。終わりました。たまげにこれはまーくんはこれにもやしを入れてください。いいですか。りのはこれ全部入れて、まーくんここに。りのはキャベツを切るか、ちぎる。それともちぎりたい。ちぎりたい。いいよ。でかすぎだってキャベツいっぱい入ってれば美味しいじゃない。これ見て、いいでしょ。もう終わったの。うん、ちょっと早いね。大きすぎだよ。大きすぎだね。みのさん、キャベツをちぎりますか。これをちぎってここに入れてください。マークもちぎるじゃん。ちぎる。ちぎれる？ちぎれる。キャベツって難しいね。そうだね。ゆうまはこれじゃない。はい、じゃあこれちぎって、ちぎちぎしてここに入れて、リノに大きさ聞いて。このくらいよ。で、そのまま入れんじゃない。じゃあその間にママは、え、何しようかな。頑張れるか。メッシ見るんだよ。見るよ。メガネすれば大丈夫。メガネしても泣いちゃうかな。つくしの時、うん、さ、うん、じゃなくてタンポポの時キャベツちぎったある保育園。ある。そうだね、一番最初の時キャベツちぎったんじゃない。ここ硬い。硬いとこはこっちに置いて、ここに置いて。いいですか。うん、玉ねぎやるから待ってね。玉ねぎの時は目痛くなるんだ。じゃあやばい。こうやってやる。うん、やるよ。いい？食べたっけ？で、人間が痛い痛いになる。そう、痛い痛いになるから。いいですか。はい、終わりました。キャベツ、そしたらはい、OK。おお、できた。すごい。ここにゴミぽい。じゃあリノが玉ねぎやってる間、マー君はここにお肉を入れますか。うん。これ破けれる？無理？リノ破けれるけど。リノは玉ねぎやんないと。なんか鼻痛い。あんま痛くなってきた。痛い。一回痛くなったらアウトだよ。痛い。痛いか。手で洗ってじゃ。ママが切っておく。悲しくなるよ。手で洗った？はい、どうぞ。これに入れる？うん、それに入れてお肉。マークも見えてくれちゃったか。よし。玉ねぎはもやしの横に入れようかじゃん。急げ急げ。うん。ポロ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 してるよ。ポロ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 してますよ。いやー、できた？できた。はい。お肉オッケー。お肉オッケー。オッケー。そしたら、うん、もう、たまくんも。ピリピリって。できそう？え？これ何？何？はい。まくんもまくん。足りないかな？3つじゃ。どう思う？
足りないよ。これ、オッケー。これ食べる？これ取って、これ。やってくれ。これ、これやって。どれ？これ？ここに入れるんだ、ここに。マー君。マー君、ちぎらない。じゃあ、リノが、リノが、ニンジン巻きるとき、マー君これを、ほぐほぐしてってこと。ほぐほぐ、ほぐほぐ、ほぐほぐ。できた？ほぐほぐ。人参巻けるからダメだよ。マー君、人参も切りたい？切りたい。じゃあ、ちょっと、じゃあ順番ね、いい？みんな一人で切れる。切れない。切れるって。これ、何？じゃあここ切って。これ何？こうやって切れる。人参硬いんだ。こうやって切れるよ。そしたらこれをまで。これ何？ねえ、これに入れる？こうしたらここを。ここに入れる？うん、入れないよ。ちゃんと押さえながら。押さえに。こうやって切れると、うわ、なんか危ないよ。こうやって切れると大変だよ。そうだよ。いいえ、マクもここ押さえて、人参持ってこっちで。ここに人参持って。マーク自分で。切れない。マークは自分で切れない。手で切れちゃうよ、今は。怖くない。怖っ。マーク結構力強いよ。怖い。怖いね。よし、できた。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 あ、怖い怖い怖い。今度は？ん？今度は？今度はまだだよ。ママ食ってた。危ない、手て危ない。マークも切る。待って、この材料は誰の焼きそばと同じ材料だ。分かった、ケンさん。ケンさんの焼きそばできるね。じゃあね、っていうことは秘伝のタレが必要なんだよ。秘伝のタレがこれでしょ。そうそう、もう見えててくる。よし、これのね、配合がね、配合次第で味が全然違うんだよ。これカレーみ、これいらない。なんかこれいらない。できた。はい、じゃあタレを作りますよ。はい、いいですか。はい、まずはソース。リノソース入れたい。マーク置いて、いい、見てて。マー君も。マーク次。いきます。どうぞ。まだまだ。まだまだ。いいよ。もうちょい。マーク行こう。マーク次。まだ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 。いっぱい作るから、いっぱい作らなきゃダメだ。はい、オッケー。次マー君。はーい。次はマー君ね。次マー君は、ウスター。ウスター。はい、一緒に。ウスター。ね、ママ、ウスターちっちゃすぎだよ。だってウスターそんないっぱい使わないからさ。マー君、切れるとき気をつけないといっぱい出ちゃうんだね。ほっ。マー君、自分で持ち。あといいよ。はい、オッケー。次、リーノね。じゃあ、リーノは、どっちかな。ケチャップ。ケチャップ。待ちなさい。マー君、ケチャップ。マー君はタレだよ、次。オッケー。マー君、ケチャップ。これは。マー君は、ゲンタレ。ゲンタレ？リーノは次、次、ね。ソース。スタミナ、ゲンタレ。ゲンタレ。これが決め手なのよ。うん、
ないから。そうだ。危ない。あ、こぼれるよ。こぼれるよりの。いい。これあんまり入れるとダメだから少しだよ。じゃあ次のこれね。オッケー。じゃあ次のこれ。ん？それは入れないよ。どうして？うん、それこの間いっぱい使っちゃったから、そうそうそう。ちょっとスプーン貸して、スプーン。待て。ママの秘伝のグランケ。アリの入れたい。マーク、マーク。少しだよ、これは。マーク。オッケー。ちょっとスプーン貸して。いいよ。すみません。ちょっと待って。これ混ぜないとダメな。そうだ。マークも、マーク。うん、マークにもあげるから。ちょっと入れすぎじゃない？これ。はい。僕もやって、フォークでやる人っている？フォークじゃないスプーンだよね。どう？原産のタレに似てる？これに似てる。でもまだ混ぜないとさ、味が弱いんだ。いい匂い。味弱いの？いい匂いする？いい匂い。ねこれは何なの？舐めてみて。そうだね、ちょっと舐めてみようかな。色が甘くこぼれちゃう。しょっぱ。どう？これが焼きそばになる。しょっぱい。あんまり舐めないよ。どうしてそこに飲むの？ちょっと美味しくない、うん、これがね、焼けるとすごい美味しくなるんだ。おいしい。チーンとする、うん、もういいんじゃない？いい感じ。おいしい。そしたら、おいしい？舐めちゃう。うん、うん、いいんじゃない。そしたら、うん、これを容器に入れます。いらないで、タイソンの。マー君はこっちに入れます。開けて。待ってね。開ける。うん、これをリーノさん。何？これは、うん、じゃあマー君のも開けてあげる。舐めないの、そういうの。マー君も。うん、マー君順番よ。もうちょっと、うん、もうちょっと入れてもいいかな。 OK。 はい、マー君どうぞ。ゆっくりだよ、マー君。おお。お姉ちゃんが仕上げやってあげる。やろ。あ、そう。マグマも一人で何でもやりたいもの。すごいね、ちょうどよかったよ。これ見て。どれ貸していい？いい匂い。いい匂い。いい匂い。これも。そしたら、ケンさん何でやってた？で、リノがこうやる。こうやってやった。ピキーン。リノのだ。うん、順番こよ。待って。これがリノのだの。ユマはまだ無理。ふきーん。マー君の。一個ずつ持ってちょうだい。マー君の。マー君の。仲良く一個ずつ。一個ずつ持って。一個ずつ。じゃあこれで、焼きそば作れる人。これもない。はい。はい。鉄板は、熱いステージさ。てんてってん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 。鉄板は熱いステージさ。バンバン焼いて、お肉を焼いて、野菜は優しさあふれてる。細くたって太くたってめんめんめん。取り付くこともあるけど、笑顔とソースでいただきます。それでは奥の方です。
っち？分厚いよ。行こうか、じゃあ。じゃあ何を？まず油を引きます。子供はあっちっちいいよ。はい、わかりました。行きます。ゆっくりだよ。マグマ、マグマ入れたい。もっともっと。マグマ入れた。あといいよ。マークも入れて、マークも入れて。大丈夫。届かないよ。ちょっと届かないね。うん。おにぎり、おにぎり、おにぎり。マリノのこと応援してよ。ラーメンでお兄さん。これ見て、これ見て。あ、やったみたい。もういいよ、お野菜だよ。次お野菜入れます。お野菜？お野菜？こっち、こっちつけて。うん、いいよ。まんべんなく。もう上手よ、マックも。いいよ、いいよ。これ、これ、これ。半分だよ。全部入れちゃダメよ。落ちないようにね。あ、もういい。うん、いいよ、いいよ。どうぞ。どうぞ。入れすぎだよ、これ。全然混ざらない。混ぜて、でも。ここは近く。うん。ここは近くした？ここ。おとと。うん。まんべんなくもっと。いいよ。さあ、いいよ。あ、そうだ、そうだ。ソース。いいよ、じゃあソース入れて。マークも入れて。ケチャップ入れて食べる。そうだね。あれ。今あげる、待って。できた感じする。あれ、うわぁ、まずフライムよ、それ。フライムだ。ママ、仕上げやってくれ。いいよ、それ任して。ふぅ、いいね、だいぶいいんじゃない、これ。お皿ください。おぉ、マスモーサラー、欲しいな、ちょっと。どうぞ。はい、マコ、いただきますか。はしがない。いただきます。どうぞ。熱っ。ふうふうだよ。いただきます。どうしよう、どうするやつだ。そうだね。うん、はい、どうぞ。どう？まだちょっと。おいしい？よかったね、できた。おかわりして。いいよ、いっぱい食べて。まだ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 。いいよ。ギュッて。お肉あるところください。もういいよ、上手ね。おお。いいよ。
ありがとう。ありがとう。マー君、それみんなで取って食べるんだよ。マー君、ちょっとずつ食べるの、ちょっとずつ。マー君、うん、お、リノ上手。あ、すごいすごい。あ、ちょっとくらいあれかな。じゃあ、マー君、タッチして。はい、タチコして、タチコ。なんで座った？ここにパカってやるんだよ。あ、座んなきゃ、あ、座んな、座ってればできない。タッチして、タッチ。No. No. 何するの？割りたいだけなの。割りたい。わかった。わかった。わかった。マー君じゃわかった。はい。お、ちゃんとわかってるね。もっと、もっとコンコンしないと。ここでやんだ。いいよ。いいよ。いや、ここでやんだ。ゆっくりゆっくり。あ、いいよ。お、お、あれ上手。卵もこ。すごい。卵もこ。おお。あれ？リノシ、リノシより。ハートみたい。ほら。おかわいい。おいしいこれ。ソースの味いかが？秘伝のソースの味。ちょっと意外に甘くない、ね。おお。マー君、これみんなで食べるの。じゃあ、リノの卵を音いただきます。あん。音無理。まだ無理。いいかな。ごめん。いいよ。ちょっとこういうのはいいのって。うん。おお、いいよ、行っちゃって。うぅふぅ。いつもと寝るときとご飯のとき、うぅ寝るときも食べてるの。じゃあママこれいい？リノはもうちょっと焼こうか。そうだね。いいよ。そしたら油を少し伸ばしてください。おいしい。ちゃんと入れた油がかかる。マークもやる。マークはごちそうしてやったでしょ。はい、そしたらお肉。お肉、お肉。マークも入れる。全部入れちゃっていいよ。もう全部入れちゃった。うん。はい。ああ、山盛り。お水入れます。入れた？少しでいいよ。よし。はっ。ご飯を崩して。混ぜ混ぜ。待て。どこかに隠れてる。音いっぱいお肉ある。ありがとう。けいちゃん、これはこれなんていうの？けいちゃんのソース焼きそば。いや、それはさっきでしょ。これはご飯が入ったから。そう、そば飯。
違うよ、さっき練習したでしょ。はい、そば飯。ふふだよ、ふふ。マークも食べる。マークこっちどうしたの。マークも食べる。どう。昼間に食ったわけなけど。おだとママ、昼間が。なんで？リノ作ったの食べさせたら？あのやったら。だってさ、ごちそうさましたんだよ。うん、まあそうだよね。おいしかった。わかった。少しだよ。リノにありがとうして。ありがとう。リノ取ってあげるんだから。何よ何よ何よ。普通の焼きそばとどっち？そば飯と。そば飯。そう。弟ママはどっちだっけ？僕焼きそばかな。この味に関しては。ママどっちだろうな。まだ食べてないから。まだ食べれる。うん、あともういいかな。苦しい。苦しいね。あ、そう？食べ過ぎたかな。マくん、リナと一緒にごちそうさまするよ。どうして悲しくなってるの？ごちそうさまでした。はい。正統派。ごちそうさまでした。どうしたの？プジャーカデミー。なに、なんか一人言わない。みんなやめてよ。ニコニコしながら言わないとごちそうさま。また食べたいの実は。ごちそうさまでした。いや違うでしょ。ごちそうさまでしたけし。はい、わかりました。ごちそうさまたけし。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたたけし。それ恥ずかしいな、なんか。鉄板うわーあ、ちょっとずるさーはぁ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 パンパンうわーずるお肉を焼いた野菜を優しさ溢れてる。